アロハ UJ です。今日はねちょっと街中を探検しに行きたいと思います。コロナウイルスの影響でもう街も外出てないんじゃないかなっていう、みんながねどんな感じに街中がなってるかどうか、僕2日間、外出禁止令が出てから2日間家にじっと閉じこもってました。ちょっとサーフィンで負傷してずっとビッコ引いてたっていうのもあるんだけど、今ちょっと良くなってきたので、回ってみたいと思います。どうなってる決まりがねたくさんできて、サーフィンしてもいいみたいな、さすがハワイですけど、そんなこともあるのでちょっとチェックしに行きます。アロハ UJ です。今日は3月26日2020年です。朝の9時です。今ね、町中ワイアナイの町をちょっとぐるっと回ってね、波をチェックついでにぐるっと回ってきたんだけど、やっぱり閑散です。閑散としてます。人があんまり歩いてない、もう歩いてる人はほとんどいなくて、ストレスを発散させるためにね、外に出るのは OK なんですね。なのでジョギングしてる人がいましたね。でね、今ね外出禁止令が出てます。数日前からね、必要なこと以外は外に出ない、出てはいけないというね、必要なことっていうのは買い物、買い出しです。生活に必要なものを買いに行くのは全然 OK です。ストアも大きなストアならやってるし、飲食店もほとんど結構閉まってる、閉まってましたけど、空いてるところ、大きなところ空いてました。マクドナルドとかね空いてますけど、お店で食べられるところは今もう 100% ないです。テイクアウトオンリーなのでね、お持ち帰りオンリーです。あとは空いてたのは銀行でしょう、で郵便局、コンビニエンスストアね、セブンイレブンも空いてました。ガソリンスタンドね、ガソリン入れるガソリンスタンドが空いてたりとか、ただ他のところはもう全部もう縛っちゃってますのでね、まあ、人も少ないですね。でね、仕事なんだけど、みんなもう仕事できない状態です。もうハワイ観光で成り立ってる島なので、もう10人以上集まるパーティーはもうしちゃいけないという決まりになりましたので、映画館もクローズしてます。パークもクローズしてます。今回ってきたけど、ビーチパークほとんど駐車場がちゃんとしてあるところはロープが張ってあって入れないようになってました。マカハだけ、パーキング場のところだけ黄色いテープが入って入られないんですけど、ビーチ沿いの
海沿いに車止められるところはありますからね、そこは止められました。でね、さすがハワイっていうところはサーフィンしていいんです。ストレスたまらないようには外も出てもいいですよっていうことなので、犬散歩しに外に出たりとか、ジョギング、ウォーキング、バイクもいいんじゃないかな。今ここワイナイのボートハーバーに僕いるんだけど、ボートもねいつもより全然少ない。でも10隻ぐらいは出てるんじゃないかな。みんな釣りしてるのかな、よくわからない。あとね、僕のこと話します。僕はね、仕事2つの仕事掛け持ちしてるんですね。2つとももうダメです。もうビジネスがストップしてますので、仕事なくても、1週間ぐらい前から自宅待機です。給料出ないです。2つの仕事場で働いてるんだけど、1つの会社はもう解雇されました。全然怒る気持ちにもならない。全然もうしょうがない。もうビジネス、もう頑張って、現状維持、このまま保ってもらって、またこれがね、コロナのこういうのが解除されて、また普通に戻って、ビジネスが再開した時にね、また呼んでもらえたらいいかなって、そこまで頑張ってほしいなっていう、もう応援する感じです。僕は僕でも、もうサバイバルですね。どうにかしてここを生き抜かなくちゃいけないかなという。ただね、何もすることできないんですね。家に出ちゃいけないっていうんだから。でね、トランプ大統領から大人1人1200ドル支給されるっていうのがもう可決されて決まったので、僕はアメリカの市民権持ってますのでね、多分どういう形でもらえるのかよくまだ全然分かってないんだけど、1200ドルもらえるそうです。移民の人、永住権の人はね、ちょっと今僕どうか分からないです。だからね、もうやることっていうかね、もう家にいなさいっていうことなんで、ただ僕はねサーフィンできますよね。ここ2日間、打撲のために海入れなかったんだけど、今日まあまあ良くなってきてて、だから今日波見たらね、曇り空で風も吹いてるし、波もあまり良くないという感じで、ね、だからもう本当に家にいるだけじゃなくても、波がなくてもポカポカ陽気だったらね、パドルボード引っ張り出して海でちょっと 1,2 時間パカーッとこう浮いておくのもいいかなって。人と接するわけでもないしね、海行ったらみんなと砂と離れてるし、別に危険なことするわけじゃないのでね、そうかなと思ってます。また新しいニュースがあったら動画撮りたいと思います。コロナウイルス感染者もね、1週間ぐらい前1人見つかりましたっていう感じだったんだけど、昨日の時点でもう90何人です、ハワイの中でね。なので今日これから家帰ってニュース見たらもう100人もしかしたら超えちゃってんじゃないかなっていう感じなので、すごい厳しく取り締まってます。僕が見た感じだと日本より厳しくしてるんじゃないかな。やることはやるみたいな感じで、日本のニュース YouTube で日本のニュースとか見てるんだけど、結構みんな仕事もしてるし、街も歩けるし、自分で決めて判断してくださいみたいなね、集まるところもやってるんだけど、こっちはもうねバチッといきました。すごいですね。悩んでも今のところ解決しないからね。リライズ、みんな生き延びよう、頑張ろう。また連絡します。そう、今武将髭です。武将髭を生やしてます。これね、1週間前ぐらいかな、数日前、僕が
仕事も打ち切りになって自宅待機になった時からひげ剃ってません。これからちょっとの間ジョージ・クルーニー攻めたいと思います。うるさいね、これ。今これね、屋根にパドルボードが乗ってるんだけど、それをくくりつけるストラップがね、バタバタ言ってますので、うるさいです。you